何も。そなたには何も伝えず日時だけを指定したからな。他にはクラス分けと担当生徒との顔合わせもある。灰色の騎士の気骨、せいぜい雛鳥たちに示すがよい。難しくて大変な職場、誇張でも何でもなさそうだな。まあいい、一応これをつけておくか。あの女性は、まさか黄金の羅刹。それにあの黒髪の人って、え、あの有名な、あ、さっきのマジかよ予想外ですね。灰色の騎士、嘘。あれ、あの子って、静粛に。許可なくさえずるな。これよりトールズ士官学院第二分校の入学式を執り行う。略式のため式辞当時は省略。クラス分けを発表する。まずは8組戦術科、担当教官はランドルフ・オルランド。うっす、呼ばれたやつは前に来てくれ。ゼシカ、ウェイン、シドニー、マヤ、それにアッシュ、フレディ、グスタフ、レオノーラの8名だ。次、9組主計科、担当教官はトア・ハーシェル。名前だけ呼ぶね。サンディちゃん、カイリ君、ティータちゃん、ルイゼちゃん、タチアナちゃん、バレリーちゃん、ミュゼちゃん、パブロ君、スターク君の9名かな。8組に9組、戦術科に主計科か。すると残るは、静粛に。これより本分校を預かる分校長からのお言葉がある。分校長、お願いします。うむ、第二の分校長となったオーレリア・ルグインである。外国人もいるゆえ、この名を知る者、知らぬ者はそれぞれだろうが、一つだけしかと言えることがある。うすうす気づいている通り、この第二分校は捨て石だ。ふえ、本年度から皇太子を迎え、徹底改革されるトールズ本校。そこで受け入れられない厄介者やいわくつきをまとめて使い潰すためのな。そなたらも
そして私を含めた共感人も同じであろう。おいおい、文工場、それはあまりに。だが常在戦場という言葉がある。平時で得難きその気風を学ぶには絶好の場所であるとも言えるだろう。自らを高める覚悟なき者は今この場で去る。教練中に気を緩ませ、女神のもとへ行きたくなければな。ならばようこそトールズ士官学院第二分校へ。若者よ、世の礎たれ。かのドライケルス帝の言葉をもって諸君を歓迎させてもらおう。将軍、いえ文校長、そろそろクラス分けの続きを発表していただけませんか。よかろう。本文校の編成は本校の1から6組に続く7から9組の3クラスとなる。そなたら3名の所属は7組特務課、担当教官はそのものリーン・シュバルツァーとなる。しゃぐな。伝えていた通り、お前には各種オペレーションをやらせる。ラッセルの名と技術、せいぜい示してみるがいい。は、はい。列車で会った子、やっぱり第二の生徒だったか。ラッセル、どこかで聞いたことがある気もするが、それにしても7組特務か。偶然じゃないんだろうな。生徒数はたったの3名、しかも彼女までいるとは。現在戦術科と指揮科はそれぞれ入学オリエンテーションを行っているが、7組特務科には入学時の実力テストとしてこの小要塞を攻略してもらう。そもそもこの建物は一体。アインヘル小要塞、第二と合わせて建造させた実験用の特殊訓練施設だ。内部は動力機構による可変式で、難易度設定も思いのまま。適正対象として魔獣なども多数放たれている。冗談でしょ。なるほど、7組
そして特務課。思わせぶりなその名を実感させる入学オリエンテーションですか。新米教官への実力テストを兼ねた。話が早くて助かる。と言ってもかつて君がいた7組とは別物と思うことだ。教官である君自身が率いることで目的を達成する特務小隊、そういった表現が妥当だろう。なるほど。それでちょっと待ってください。黙ってついてきたら勝手なことをペラペラと。そんなことを、こんなクラスに所属するなんて一言も聞いていませんよ。適正と選抜の結果だ、クロフォード候補生。不満ならば荷物をまとめて軍系学校に戻っても構わんが。軍系学校、確かクロスベル。納得はしていませんが状況は理解しました。それで自分たちはどうすれば。ああ、シバルツァー教官以下4名は商用祭内部に入りしばし待機。その間各自情報交換と、シバルツァー教官には候補生にアークス2の指南をしてもらいたい。了解しました。これでようやく稼働テストができるか。ぐずぐずするな、弟子候補。10分で準備してもらうぞ。はい。たく、聞いてた以上にふざけた学校みたいだな。本来ならば部外者には立ち入ってほしくないのだが。言われなくても余計なことをするつもりはねえよ。あいつの入学を見届けたらとっとと行かせてもらうぜ。結構。後続の紹介があるとはいえ勘違いはしないことだ。この後お仲間たちと帝国内でどう動くかも含めてな。そいつはお前さんたち次第じゃねえのか。いろんな思惑が絡み合ってるとはいえこんな分校がポンとできちまう。そんな状況を生み出してるのはどこのどいつだって話だろうね。さすがは A 級といったところか。仕掛けの訓練施設、博士ならではといった感じだな。で、概要についてどこまで知っているんだ。詳しくは何も。地上は一辺50アージの立方体、地下は拡張中ということくらいです。知り合いですか。まあそうだな。こんな場所で会うなんてさすがに想定外だったが、それはともかく準備が整うまでの間互いに自己紹介をしておこう。申し訳ないが到着したばかりで君たち二人のことは知らなくてね。俺は名乗る必要なんてないでしょ。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、学生の身でありながら1年半前にあった帝国の内戦を終結させクロスベル戦役でも大活躍した若き英雄。帝国どころかクロスベルでも知らない人はいないくらいの有名人じゃないですか。補足すると、その後も在学しながら帝国各地の事件や返事を解決し、昨年10月の北方戦役ではオーレリア、
オレス両省に協力する形でノーザンブリア併合に貢献したらしい。そうなの？オーレリアってさっきの？っていうかノーザンブリア併合に貢献したって。ご情報ですね。実際には。いや、よく知ってるな。英雄なんて過ぎた呼び名だが、それでも改めて名乗らせてくれ。リーン・シュバルツァ、トールズ士官学院本校出身だ。先月卒業したばかりで、ここ第二分校の新米教官として本日赴任した。武術、気候兵教練などを担当。座学は歴史学を教えることになる。七組特務課の担当教官を務めることになるらしいから、よろしく頼む。では、自分も。クルト・ヴァンダール、帝都ヘイムダルの出身です。シュバルツァー教官のことは、一応、噂以外にも耳にしています。ヴァンダール、そうだったのか。すると、ゼクス将軍やミュラー中佐の？ミュラーは自分の兄、ゼクスは叔父にあたります。まあ、髪の色も含めて全然似ていないでしょうが。それは…確かに黒髪じゃないし、全然似ていないような。それはともかく、そのメガネは伊達ですか？あまり似合っていないので外した方がいいと思いますよ。まあそれなりに需要はありそうですが。ああ、似合ってないのは自覚してるから勘弁してくれ。よろしくクルト。それじゃあ続けて頼む。ああもう分かりました。ユーナ・クロフォード、クロスベル警察学校の出身です。正直よろしくしたくないけど、そうもいかないのでよろしく。クロスベル出身か。なるほど。ちなみに警察学校というのはクロスベル軍警学校のことだよな。併合前は警察学校でした。それを帝国が勝手に変えて。それとも正式名称以外は使うなって言うんですか？いや、タイはない。あれ、無神経だったようだ。あ、別に、私も言い過ぎました。でも、納得はできません。ああ、だろうな。うん。最後は私ですね。アルティナ・オライオン、帝国軍情報局の所属でした。あっさり明かすのか。一応ここに入学した時点で所属を外れたことになっています。どうかお気になさらず。聞き捨てならないことを聞いた気がするんだが。情報局って噂に聞いた。何よ。失礼、噛みました。相変わらずだな。あ、お待たせしました。アインヘル訓練要塞レベル0セッティング完了です。アークス2の準備がまだならお願いします。これってさっきの金髪の。僕たちと同じ新入生だったはずだが。了解だ。少し待ってくれ。さて、いきなりになるが、3人ともこれを持っているか？ええ、それなら。送られてきたやつね。まだ起動はしてないけど。戦術オーブメント、所持者と連動することによって様々な機能を発揮する個人端末だ。動力魔法が使えたり、
身体能力が向上したりするが、この最新端末アークス2ではさらなる新機能が実装されている。アークス2？エニグマとは違う帝国製の戦術オーブメントか。正確には帝国ラインフォルト社とエプスタイン財団の共同開発ですね。いよいよ実戦配備ですか。ああ、新機能についてはおいおい説明するとして、3人ともこれを受け取ってくれ。これはエニグマにもあった。確かマスタークォーツでしたっけ。ああ、基本概念は同じはずだ。開いたスロット板の中央にはめられるからセットしてくれ。了解。ここかな。さて、俺もつけておくか。クォーツが装着されることでアークス2が所持者と同期した。これで身体能力も強化され、アーツも使えるようになったはずだ。なるほど。なんかエニグマとは結構仕様が違うような。準備は済んだか。シュミット博士。ええ、いつでも行けます。ならばとっとと始めるぞ。レベル0のスタート地点は B1。 地上にたどり着けばクリアとする。博士、その赤いレバーって。ダメですよ、そんなのいきなり使ったら。えい、ラッセルの孫のくせに常識人ぶるんじゃない。それでは見せてもらうぞ、7組特務課とやら。この試験区画を基準点以上でクリアできるかどうかを。みんな足元に気をつけろ。バランスを取り戻して落下後の受け身を取れ。アルティナはクラウソラス。心配無用か。もう何なのよ一体。あの博士って人が話してたら、ガコンって床が傾いて。その、確かユーナだったか。え？あ？悪いけど動けるなら、自分でどいてもらえないか。重さは大したことないけど、呼吸がしにくくてかなわない。これはなんか覚えがあるような。弾力性のある床、打撲の心配はなさそうです。しかしまたリーン教官のような不埒な状況になっていますね。だから誤解を招くようなことを言わないでくれ。で、教官って切り替えが早すぎないか。そういう仕様ですので。事故というのはこの際関係なさそうだ。弁解はしない。一発張り飛ばしてくれ。殊勝な心がけじゃない。
そんな風に冷静に言われるのもそれはそれで腹が立つけど、遠慮なく行かせてもらうわ。っていうのは別に帝国動向は関係ない気もしますが、その災難だったな。別に無様な体勢で滑落したのも修行不足です。それに偶然とはいえ女子に無用な恥をかかせてしまった。己の未熟さを痛感します。そうか、随分しっかりしてるな。3人とも大きなダメージはないな。それではこれよりこの逍遥祭の攻略を開始する。各自武装を見せてくれ。で、こんな茶番に本気で付き合うんですか？博士のことは知っているが、茶番を仕掛ける性格じゃない。あくまで本気で俺たち4名の実力を測ろうとしているんだろう。無事ここを抜けるためにも全員のスタイルを知っておきたい。わかりました。自分はこれです。二刀流、よどみない剣さばきですね。ヴァンダール流の双剣術、存在するのは知っていたが。合剣術の方が有名ですからね。ですがあちらは持って生まれた体格と筋力を必要とする。こちらの方が自分は得意です。なるほど。ユナ、君の方はどうだ？勝手に話を進められているみたいで面白くありませんけど、士官学校の新入生として一応わきまえているつもりです。それはドンファー型の警棒。いや、それにしては複雑な機構をしているな。どういった武装なんだ？ガンブレイカー、クロスベル警備隊で開発されたガンユニット付きの特殊警棒です。モードを切り替えることで中距離の範囲射撃になります。そんな新武装が。クロスベル警備隊、実習警察に属していた武装部隊か。あのランドルフ中尉もそこの所属だったはずだが。分かった、その武装の性能は実戦で確かめさせてもらおう。見たところ扱いにも慣れているみたいだからな。当然です。警察学校で訓練しましたから。帝国人が使う昔ながらの剣なんかよりは役に立つはずです。まあそのあたりもお互い実戦で確認するといいだろう。次はアルティナ。はい。で、何気にさっきから突っ込みたかったんですけど、こんな小さい子がどうして士官学校に入ってるんですか？僕も気になっていた。情報局出身という話ですが、さすがに戦闘には参加させられないのでは？まあ個人的には同感だよ。懸念は無用です。私の身体年齢は14歳相当、小さい子というほどではないかと。身体年齢って十分小さいんじゃ。そして情報局に所属していた根拠たる武装もあります。そういえばさっき黒い影が一瞬見えたような。クラウソラス、戦術核という特殊兵装の最新鋭バージョンとなります。秘匿事項となるため詳細は説明できませんが、それなりの戦闘力はあるかと。帝国ってあんなのが普通にあるわけ？そんなわけないだろう。
僕だって初めて見た。黄金の羅刹に灰色の騎士、それにこんな少女まで。第二分校、どういった場所なんだ。疑問はごもっともだが、早速行動を開始しようなあ。ちなみに俺の武装はこれだ。八葉一刀流の太刀。あの時の、アリオスさんが使っていたのと同じ武器ね。ああ、帝国風の剣じゃなく東方風の刀になる。さすがに風の剣聖は有名らしいな。いろいろありましたけど、今でもファンは多いですから。どこかの国のせいで今も手配中みたいですけど。ああ、そうみたいだな。よし、それじゃあ攻略を始めよう。現在 B1、 地上に出ればこの実力テストも終了だ。実戦のコツ、アーツの使い方、アーク2の機能なども一通り説明していく。迅速に確実に、ただし無理はしないようにしっかりついてきてくれ。言われずとも。やるからには全力を尽くします。それでは状況開始ですね。正面の扉から進めるようだな。準備ができ次第出発しよう。了解です。また知ってば何やってんだろう。終了、お疲れ様でした。
行くぞ。アークス駆動、行くぞ。アークス駆動、行くわよ。アークス駆動、私の番です。行きます。はっ、はっ。行くぞ。はっ。みんな大丈夫か。お宝発見。私の番です。回復します。アルジナシール、ありがとう。これで大丈夫だ。
容赦はしない。未熟な。行くぞ。はあ。行くわよ。は、助かります。行きます。無流なく気絶勝者。今です。試合。はい。私の番です。やあ、ありがとう。行くぞ。聞くな。よし。行きます。やあ、行くわよ。はあ。行くぞ。どんなもんよ。
ああ、ありがとう。しかしこの設備といい、第二文庫はどういうところなんだ。準備はいいか？ものですか。お疲れ様。よし、やったわ。
まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。これで大丈夫だ。その先が終点だ。とっとと入ってくるがいい。了解。目標ポイントへ向かいます。
センサーに警告、霊視反応を検出しました。霊視反応、これって帝国軍の機構兵？いえ、これは魔皇兵、暗黒時代の魔導ゴーレムだ。シュミット博士、まさかこれもあなたが。内戦時に出現していた旧時代マシナリーを捕獲した。気候兵よりも出力は劣るが、自律行動できるのは悪くない。それの撃破をもって今回のテストを終了とする。け、本気か？ちょっとマント博士、いい加減にしなさいよね。このメンバーじゃ分が悪いな。こうなったら来い、灰の鬼神。鬼神の使用は禁止だ。レベル0の難易度は鬼神の介入を想定していない。その程度の相手に使ったら正確なテストにならぬだろう。シュバルツァー、せいぜいお前が奥の手を使うか。奥の手、まだ使っていないアークス2の新機能を引き出してみせるがいい。ブレイブオーダーモードを起動してください。オリビーさん、オリバルト王子がリン教官ならきっと使いこなせるって言ってました。卒業おめでとう。そして心からの感謝を、リン君。お祝いと言ってはなんだが、完成したばかりのアークス2を君たち全員に送らせてもらうよ。実は通信面でちょっとしたカスタムがされているんだが、他にも画期的な新機能があるから実戦で役立ててくれたまえ。そうか、了解だ。これは、あの人から伝わってくる戦術リンク、いえそれとは別の。7組総員戦闘準備。ブレイブオーダー起動。トールス第2分校7組特務課、全力で目標を撃破する。おう、強敵だ、気をつけろ。はい、行くぞ。突撃時劣化、俺の番だな。せい、崩れた。もらった。行くぞ。行きます。アークス駆動。俺の番だな。せっ、よし。行くぞ。せい。えい。さてと。はっ。
行くぞ。行くぞ突撃陣レッカ。僕の番だな。行くぞ。はっ。さてと、サーチモード起動。詳細情報ゲットです。私の番ね。行くぞ。はっ。今だ。来るぞ。頼んだ。はっ。私の番です。行きます。よし。崩れた。前に引くだ。私の番ね。僕の番だな。や、行くぞ。はっ。今だ。私の番です。行くぞ突撃陣レッカ。さてと、私の番ね。アクセ。マイ。はっ。クゼだ。もらった。よし。僕の番だな。行くぞ突撃陣レッカ。僕の番だな。行くぞ。はっ。今だ。もらった。さてと、明鏡止水、我が太刀は生。見えた。見たか、八王が一刀。よし、掴んだ。よし、やった。まだまだこれからだ。各種ステータスアップです。倒せた。体力低下、小休止します。お疲れ様でした。テストは全て終了です。博士、いくらなんでも無茶苦茶ですよ。想定よりも早いか。次は難度を上げるとして。聞いてくださいよ。むちゃくちゃすぎだろ。次ってまた同じことをやらせようってわけ。可能性は高そうですね。いずれにせよ実力テストは終了だ。3人ともよく頑張った。アークス2の新モード、ブレイブオーダーも成功上出来と言っていいだろう。
それぞれ課題はあるだろうが、一つ一つクリアしていけばいい。7組特務課、人数の少なさといい、今回のテストといい、不審に思うのも当然かもしれない。士官学院を卒業したばかりで、ろくに概要を知らない俺が教官を務めるのも不安だろう。先ほど言ったように、希望があれば他のクラスへの転科を掛け合うことも約束する。だから最後は君たち自身に決めてほしい。自分の考え、やりたいこと、なりたい将来、今考えられる限りの自分自身の全てと向き合った上で、今回のテストという手応えを通じて7組に所属するかどうかを。多分それが7組に所属する最大の決め手となるだろうから。ユーナ・クロフォード、7組特務課に参加します。え？勘違いしないでください。入りたいからじゃありません。私はクロスベルから不本意な経緯でこの学校に来ました。帝国のことはあまり好きじゃないし、あなたのこともよく思っていませんみたいだな。だけど今回のテストであなたの指示やアドバイスは適切でした。さっきの化け物だってあなたがいなければ撃破できなかったでしょう。はっきり言って悔しいですし、警察学校で学んだことを活かせなかったのも不本意です。だから結果を出すまでは、実力を示せるまでは7組にいます。灰色の騎士、いけすかない英雄であるあなたを見返せるくらいになるまでは。めちゃくちゃだろう。論理的整合性はありそうですが。その英雄というのは正直やめてもらいたいんだが。分かった、君の意思を尊重する。7組へようこそ、ユナ。はい。クルト・バンダール、自分も7組に参加します。ただし積極的な理由はありません。それはこの第二分校が自分のクラスをここに定めたのなら依存はありません。強いて言うなら、今回のように実践の機会が多いのは助かります。受け継いだ剣を錆びつかせてしまったら家族への面目も立ちませんから。受け継いだ剣、バンダール流ですか。それとせっかくなので八王の一端には触れさせてもらおうかと。正直聞いていたほどではなかったというのが本音ですが。生意気すぎでしょ。人のことは全く言えないと思いますが。君たちと同じく未だ修行中の身というだけさ。了解した、クルト。7組への参加を歓迎する。はい。最後は君だ、アルティナ。確認の必要はありません。秘匿事項ではありますが、任務内容には準じて。そうじゃない、アルティナ。君自身の意思でどうしたいか決めるんだ。ん？あ、意味がわからないのか。さっきも言った通り、自分自身の意思を示さない限り参加を認めるつもりはない。決めたのが文校長だろうと、たとえ情報局や帝国政府だろうと、その一線だけは譲らないつもりだ。何でもいい、君自身の根拠を示してくれ。私自身の根拠？ちょっと何を意地悪してるんですか。事情は知らないけど、よく分かってない子に。
根拠は思いつきません。ですがこの1年妖精の旅にあなたのことをサポートさせてもらいました。この分校で所属するのならリーン教官のクラスであるのが適切であると考えます。それと1年半前私の任務の前に立ちふさがったトールズ士官学院7組、その名前の響きに少しばかり興味もあります。それでは不十分でしょうか。今はそれで十分だ。よろしく頼む、アルティナ。はい。もったいぶっちゃって。波乱含みだな。それではこの場をもって7組特務課の発足を宣言する。お互い新米同士、教官と生徒というだけでなく仲間として共に汗をかき切磋琢磨していこう。リンくん。へえ、どうなってるか気になって来てみりゃ。勝手なことを。一教官に生徒の所属を決定できる権限などないというのに。天下の願いがあれば私は認めるつもりであったが。文校長、お言葉ですが。帳尻が合えばよかろう。彼らは己で決めたのだ。8組9組ともに出だしは順調。ステイシにしては上出来の船出だ。近日中に動きがある。せいぜい雛鳥たちを鍛えることだ。激動の時代に翻弄され儚く散らせたくなければな。もちろんです。イエスマン。やれやれ、大変なところに来ちまったな。さあ、ラッセルの爺さん以上にマッドすぎるだろうが。留学についてもそうだが、あんなジジイに弟子入りしちまって本当に良かったのか。でもやっぱりすごい人です。同じ新入生の子たちとも仲良くやっていけそうですし、それに帝国に入れないお姉ちゃんたちの代理もちゃんと務めたいですから。やれやれ、いつの間にかでかくなったっつうか、もうちびすけとは呼べねえな。連中は確実に動き始めてる。帝国政府もそれ以外の勢力もな。スシャラカ王子のつてで遠距離通信のラインは確保できた。何かあったら駆けつける。遠慮なく連絡しろ、ティータ。はい。アガットさんも気をつけて、あんまり無茶しないでください。なるほど、本校に続いて第二もか。はい、初日は滞りなく終了したそうです。8組戦術科、9組主計科に加え7組特務科も無事発足しました。やれやれ、なんとか虎を檻につなげたと思ったんだが、まさかヤッコさんまで教官に加わっちまうなんてな。名高き才女も入るし、ステイシとは思えぬ充実ぶりだ。クロスベルから彼まで送ったのは早計だったかな。よく言うぜ、完全に狙っていたくせによ。ま、戦力が充実するならそれはそれで使いようがあるけどな。レクターさん、総督閣下も。いずれにせよ、この春をもって全てが動き始めることとなる。ノーザンブリアを落としたことで
蛇どもの潜む茂みは全て焼き払った。主の計画を奪い返すため、いよいよ直接動き始めるはずだ。ならば翼と剣をもがれた王子の最後の悪あがきたる第二分校。我が不肖の息子ともども、せいぜい踊ってもらうとしよう。かっこ、たく、ほんといい性格してるぜ。我らアイアンブリード、閣下の待望のため働くのみです。よし、つながったか。うわぁ、やったね。まさかこんな形で皆さんと話せるなんて。うん、王子殿下には感謝してもしきれないな。リーンとガイウスはつながらないか。距離的な問題か、つながりにくい場所にいるのかな。まあ今後はいくらでも機会があるだろう。そうね、これでやっと約束も果たせるわけだし。まったくもう嬉しそうにしちゃって。仕方ありませんわ、再会の季節でしょうから。ええ、春再びね。